こんにちは、石山コーチです。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日は心理の話ですね。自民党や香川照之さんが教えてくれる超楽の世界の到来とはということで、1つ目、地球全体で倫理に合わない行動の生産カルマが生じている。2つ目、誰かの何かがきっかけとして始まるが、それは配役でありトリガーである。3つ目、これから個人レベルでも健康やお金に絡むことでもカルマの生産が生じる。4つ目、対策としては払い清めることと徳を積み上げる行為をしていくことということで、4つのテーマでお話をしていきます。今日は自民党とか香川照之さんが最近凋落と、落ちていってるということで、この世界がなぜ起きているかというような話をしていきます。で、これもともと月神事で予言されていたことで、実際に起きてきているので、今もうそのように予言が達成されつつあるという世界が見えています。で、1つ目ですね、地球全体で倫理に合わない行動の生産カルマが生じているということで、これ今自民党は旧統一教会との付き合いですね、そこがすでに反社会組織として認定されているようなところなので、非常に多くの議員が絡みがあるということで、もう完全に今メディアから総叩きにあっていると。で、メディア支配者っていうのは欧米が基本としていて、韓国とかも入ってると思うんですが、中国とかもですね、今までは自民党が表舞台で日本の政治を引っ張っていたんですが、そこを今完全に叩いているというような状態です。で、ここで今金持ち優遇政策をずっと自民党は取っていて、給料も上がらないということに対して、ほぼほぼ日本の国民全員が、自民党が旧統一教会との絡みがあるということに対してもう納得いかないというようになってきています。あとは香川さんの話ですね。香川さんは役者としては突き抜けた才能がありですね、劇場型の演技で、なかなかあの演技をできる人が、普通では存在しないと。で、おそらくもともと素がそうだと思うんですね。素の人格、役者としての設定がそのような状況なので、飲みに行った時もあの調子で激高型で激しい口調で騒ぎ、時には暴力行為のようなことをしてしまい、非常に今大きな問題になっていると。で、私生活とテレビ、要は仕事の世界とのバランスが全く取れておらず、普通の人はですね、テレビに出ている分には何の問題もないと、自分に被害が及ばないんですが、実際に飲み屋に彼が現れると非常に大きな力を持っていて、激高型なのでみんなが病的にされてしまうということで、もともとマネージャーさんとかも、頑張ってやっていたけど、もう病気になってしまうような感じと。で、これ今地球自体ですね、地球自体がこのように倫理観のない団体とか人をもう弾いていってるので、もうここに完全に入ってるという感じです。で、2つ目、誰かの何かがきっかけとして始まるが、それは配役でありトリガーであるということで、これ自民党の問題は当然安倍元総理の暗殺から旧統一教会に移ってって、あと今だとオリンピックの裏金問題とかですね。で、これ逮捕者まで出てきていると。で、オリンピックの裏金問題って本当に重要なファクターで、これもともと税金から出ているから、その税金を要は着服したみたいなものになっているので、これからもっと掘り進めていって逮捕者をおそらく出していくというふうに思います。で、基本的にはコロナの給付金とかもそうなんですけど、税金を不当な手段で手に入れたやつをこれからおそらく徹底的に逮捕していくと思うので、このように、今までは権力の傘にいたから政府だったというものをおそらく徹底的に潰していくことが OK と、もう国民のコンセンサスが取れたので OK という世界になっていくと思います。で、さっきの香川さんはその港区とか銀座とかでもうすでに出入り禁止のところが多数あるという話が載っています。で、さっき言ったように激高型で、配役トリガーはこの銀座のホステスさんへの暴力行為だったんですが、さっき言ったようにマネージャーさんを精神的に追い詰めるとかもあり、このカルマですね、自分がやったことが
反転して今までトップ芸能界のトップのような役者のポジションを全てはしごを下ろされて、潰れてしまったという感じです。もう二度と復活することはもうないと思うので非常に厳しいとは思うんですが、まあ、自分が蒔いた種を刈り取っている状況だというふうに思います。あとはテレビ CM とかで、まあ、香川さん売れてるから使ったんですけど、トヨタの CM にも多数出ていたと思うんですが、やはりところが甘いというか脇が甘いということで、まあ、このようにもう犯罪すれすれまでやっていた人が有名人だから使われたわけですけど、もっとそこまで調査してれば彼のような人を CM に起用することはなかったのじゃないかなというふうに思います。3つ目、これから個人レベルでも原稿やお金に絡むことでもカルマの生産が生じるということで、まあ、これから個人的に起きるものは、まあ、食べたものとか薬とかですね、行動とか言動とか様々なものが自分に跳ね返ってきます。で、まあ、今コロナ騒ぎもだいぶ一服してきて、日本でも海外からの渡航者をもう無制限に引き入れるとかですね、東京も全数把握をやめるとかっていう話になっているんですが、ここも、これから気をつけていかないとまた大きな動乱が見えて取れるので、脇を締めてですね、自分の言動に気をつけていった方がいいという感じです。で、4番目、対策としては払い清めること、徳を積み上げる行為をしていくことということで、まあ、最近払い清めることを私の中ではかなりこの YouTube で話すようになりました。で、もう間に合うか間に合わないかぐらいの瀬戸際までも来てます。なのでヨーガ、瞑想、祝詞、マントラとかっていう世界に入りつつ自分の言動を整えていかないと、この動乱から、もう落ちていってしまう可能性が非常に高いです。なので徳を積み上げる、徳を積み上げるっていうのはもう簡単なことなんで、人を幸せにする行為をしていくということが徳を積み上げるということです。なので人を不幸せにして得た金で政治を応援していたとしても、それは全てもう落とされてしまったと、今回カルマの清算にあってしまったと。で、人に暴力的な言動をしていて上り詰めたとしても結局潰されてしまったということなので、もうこの今の実際に、社会に現実実際問題として出ていることがこれからどんどんクローズアップされていくので、まあ、よく言う今だけ金だけ自分だけっていう世界をもう本当にすぐやめて、本当に人のために人の幸せのために動いていくっていうことを徹底してやらないと、もう生き残れないというようなところまで来たという感じです。で、まあ、この冒頭に申し上げた火付神事の話で出てくることは、本当に御霊磨きをしろと。御霊磨きとは何ぞやと言ったら払い清めることだと思うので、これをやらないと、月神事では日本人は3分の1死ぬっていう話になっているので、私はそれを別に信じているわけではないんですが、まだ間に合うと思うので、この1本後の動画で2022年の11月に動乱のスタートが起きるっていう話をするので、ちょっとまあそっちの動画も見ていただき、11月までになんとか体制を整えていくといいかなというふうに思います。で、そろそろまとめですね。まあ、今日は自民党と香川照之さんの話をしました。で、もう一世を風靡した権力者ということなんですが、自分のやってきた言動がカルマになって完全に跳ね返ってきています。もう。で、このカルマの法則は誰も避けることができないので、配役がいてですね、そのトリガーとなって何かが起きるんですが、そのトリガーをよく見てですね、これから何が起きていくかっていうのをチェックしていく必要があるかなという感じです。で、私の中では安倍元総理が暗殺されたっていうことは本当に非常に大きなトリガーなので、彼が守っていたものを隠していたものとかですね、これからどんどん表に出てくるので、そこの権力の傘にいた人たちは本当に注意する必要があるかなという感じです。で、私の中で安倍元総理って別に、善悪のグレーの人だと思っていて、力がなければ日本の上にいる欧米 NATO 連合の支配者にかなわないんですね。で、今まではきっと安倍元総理がその間に挟まってですね、
欧米 NATO の言うことを全て聞かずにのらりくらりと半分だけ3割だけ聞くみたいなことをやってきたんですが、まあ暗殺されてしまって、それが取れてしまったがゆえに、まあ、岸田さん自民党ではもう何も跳ね返さなくて言うことを聞いているだけなので、今日本が大混乱に陥っているという感じです。で、まあこれはロシアのプーチンさんも中国の習さんもその欧米 NATO 連合の支配者から散々いじめられてきていて、中国はアメリカの市場からもう株式は出ていけって言われたり、いろんな投資話が引き上げられたりして苦労してますし、ロシアウクライナ戦争が始まってロシアはもう経済制裁まで入ったような状況なので、今欧米 NATO 連合は非常に様々なことを攻撃してきているんですが、これもそろそろもう終わってしまうと思うので、まあ、終わってしまうことがいいことではなく、終わってしまった後のもしくは途中の動乱をどうやって生き残っていくかの方が大事なので、その辺見ていくといいかなというふうに思います。本日の動画がためになった、面白かったという人はぜひ、ね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄ですね、何かご質問があればコメント欄にいただければと思います。チャンネル登録のボタンが右下にあります。ちょっとスマホだと出ないんですが、ぜひチャンネル登録していただければと思います。この番組ではアンティークコイン投資でお金を増やす、守るっていう話から投資の話、経済の話、支配者論から陰謀論、まあ、今日みたいに心理の話とかもしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレターを発行しているのと、動画が1本ついてまして、動画を見た人にですね、水曜日と日曜日に個別相談というのを30分間、Zoom オンラインでしてます。ちょっと予備日時が合わないときもアジャストしてやってますので、ぜひ個別相談に申し込んでいただければと思います。基本的にアンティークコインとしてお金を増やす、守るということに対して個別相談してますので、ぜひうまく使っていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。